んにちは、Gです。今回はゲームのよもやま話です。エミュレーターの導入や設定については以前の動画を参照いただくとして、従前よりおすすめしているバトセラがバージョンアップしました。今回は大きなアップデートなので必要な情報をまとめてご紹介します。バトセラ30、3月に公開されたんですが、安定するまで少し待ちました。今回のアップデートで注目すべき点は3つあります。1番目、 USB ブート標準サポートされたんです。 SD イメージをエッチャーで SSD に焼くだけ、設定なしで USB ブートできます。標準でサポートってバトセラだけじゃないのかな。ただし G パーテッドでパーテションのリサイズが必要です。パーテションについては今までご紹介してませんでしたので、簡単に説明を。 G パーテッドをインストールして起動、ドライブを選んでシェアを右クリックでリサイズを選び、最大サイズまでリサイズして未割り当て分をシェアに割り当てるだけです。G パーテッドは Ubuntu やマンジャロ、ラズベリーパイ OS で動作します。2番、スクレーパー先が3つに増えてパッケージイメージが取れないエラーが少なくなりました。まだ不十分ですが大きく一歩前進。3番、一番大きな変更として、今回ラズベリーパイ版は64ビットになりました。それに伴って BIOS は変更が必要なものがあり、トラブル防止のため全部の入れ替えをお勧めします。実際に試してみると動作できる ROM が増えたように思います。バトセラをご利用中でアップデートできない方は、メインメニューの更新とダウンロードで更新データをステーブルではなくベータにして更新を試してください。これは64ビット化に関わるトラブルなので、一度だけこの操作が必要です。ついては入れ替えが必要な BIOS だけでなく、ついでに ROM も入手経路をご紹介します。 SSD が使えるので、でかいストレージを用意さえすればゲームでステイホームが楽しくなるかもならないかも。 BIOS は画面のサイトで一括入手できます。サイズは約 380MB です。海外コンソール用など不要なものまで全部入っています。念のため申し上げますが、この動画は技術評価目的で作成されており、 BIOS やゲームROMのダウンロードは違法であり、それらを助長するものではありません。ゲームROMを探すのは大変な手間ですよね。そこでゲーム機別に入手サイトをご紹介します。例によって国産ゲーム機限定ですけど、 3DO は画面のサイトから、全部で230ROM あります。一括または個別に入手可能です。サイズは 40GB 程度。ドリームキャストのサイトです。 434ROM あります。一括または7つの分割ファイルを個別に入手可能です。サイズは 190GB です。ゲームボーイアドバンスのサイトです。 900ROM もあり、一括または個別に入手可能です。サイズは 91MB。 任天堂64は画面のサイトから、393ROM でサイズは 4.1GB です。メイムのサイト、
なんと 37,060 ロムもあります。サイズも大きくて 67GB。メガドライブはこちら。723ロムあって、一括または個別に入手可能です。サイズは 495MB。ちょっと飽きちゃった。同じような繰り返しは単調なんでね。サイト紹介はここまで2分。まだ1分ぐらいあるんで、トイレは今のうちに。頑張って続けます。ナオミのサイトです。4ロムだけで、サイズは 156MB です。もっと必要な方は、画面のサイトに50ロムあります。ネスはこちらのサイト。2648ロムと大量にありますが、このサイトはトレントのみの対応です。サイズは 1.8GB。サターンのサイトです。ロム数は1000以上で、サイズは 315GB です。一括または29分割ファイルを個別に入手可能です。スーパーファミコンのサイト。3377ロムでサイズは 1GB。一括または6分割ファイルを個別に入手可能です。これらのファイルを全部入手するなら、計算上サイズは 620GB ほどになり、ロムの数は約46000ゲームになります。ただし、これらのサイズや数量は調査時点のもので、アップデートなどで常に増減しますのでご了解ください。また、ロムにはかなり重複があります。例えば同じゲームの日本語版、英語版、フランス語版や複数バージョンといった具合、またBIOSとの関係で動作しないものも何割かあります。PSP のサイトですが、まとめたファイルがないのでサイトから個別にどうぞ。PlayStation も同様で、まとめたファイルがないので、画面のサイトから個別にどうぞ。そんなにたくさんいらない。各ゲームコンソールを少しずつで、という方は、ロムズミックスをどうぞ。ただし、東方では未検証です。ここでは、NES、SNES、MAME、N64 混在で、2000以上のロム、サイズは 76GB。 ロムは個別に探すのでもいいけど、日本語版じゃないとという方は、画面のサイトがおすすめ。言語別の検索があります。お疲れ様でした。バトセラ30に話は戻ります。新機能じゃないんですが、画面の UI テーマの話をしたいと思います。メインメニューの更新とダウンロードでテーマを選ぶと、いろんなテーマがダウンロードできます。ダウンロードしたテーマはメインメニューの UI 設定でテーマ設定を切り替えて使用します。3種類ほどダウンロードしましたので、ちょっと試してみましょう。ダウンロードには結構時間がかかりますが、ゲームの雰囲気が変わります。操作感は同じなんですが、ちょっと楽しい。
よろしければ皆さんもぜひお試しを。話は変わりますが、ちょっと変わったゲーム環境をご紹介します。マンジャロに各種エミュレーターを入れたディストロがあります。モンカジャロというんですが、昨年から何回かアップデートされてて、試すたびにトラブルに見舞われてきました。今月もアップデートがあったので、再度チャレンジしてみました。画面のサイトからダウンロードして、解凍の上、エッチャーで SD に焼きます。詳しい情報は画面の URL にあります。この OS はそのままでは動作しませんので、GParted で SD のユーザー領域をいっぱいまで広げます。その後にラズパイに挿して起動。画面はこんな感じです。Nintendo DS エミュレーター、DOSBOX、MAME エミュレーター、GameCube Wii エミュレーター、Game Boy エミュレーター、RetroArch、NES エミュレーター、PSP エミュレーターが入っています。以前のバージョンでは、ちゃんと動かないエミュレーターがあったり、マンジャロをアップデートするとおかしな状態になったんですが、仏の顔も3度まで。今度の最新版は今のところ動くようです。このディストロでは、ゲームキューブや Wii のエミュレーターであるドルフィンエミュレーターに期待してたんですが、旧バージョンでは動作できませんでした。最新版でドルフィンエミュレーターを試してみました。同じドルフィンを使っている Mac 版オープンエミューと比較すると、フレームレートが低い、それに音割れがひどい。動くけど使えないかな。こんな感じです。ということで、おすすめはできませんが、こんなのもあるよというご紹介でした。ご覧いただきありがとうございました。最近、ワイズスペンディングとか、SDGs とか、カタカナ用語が多くないですか？都知事のせいなんですかね。以前からあるカタカナ用語でも、わかるけど嫌な感じのものもありますよね。Apple Store のスタッフ、ジーニアスなんていうの恥ずかしくないんかな。スタバの注文も大嫌い。トールとかグランデなんてシラフじゃ言えない。波とか大盛りとか日本語でもいいんじゃないかな。一回レイコって言ってみようかな。ではまた次回。